はい、それではこの動画では簡単に試合の様子を見ていこうと思います。1試合目は、ミランドポリスの大人のチーム対僕が指導していた15歳16歳のチームとなっております。そう、あとプリメロジョーゴアドルトジミランドポリスコントラジュニアジミランドポリス。はい、ということで1試合目ミラントポリスのジュニア対ミラントポリスの青年チームです。ボンジュー。こちらの動画ですが、なるべく解説少なめにですね、現地の臨場感とそしてゆるい雰囲気をお楽しみいただけたらなと思っております。それでは試合の様子ご覧ください。はい、まずミランドポリス1番バッターですが、ルワン君という当時17歳ぐらいの選手です。この選手ですが、当時ですね、もうミランドポリスにこのカテゴリーですね、高校2年生高校3年生ぐらいの、カテゴリーのチームなくなってましたので、週末に約3時間かけてですね、マリリアというところまで自分でバスに乗って行って練習に参加してですね、まあ、そこまでして一生懸命野球を頑張っていたような選手です。それではどんなバッティングしてくれるか見ていきましょう。はい、ショートナイスプレーでした。こちらミカエル君という日系ブラジル人の選手なんですが、ミランドポリスから約1時間の町ペレラバヘッドという町のチームでプレーしている選手です。小柄ながらですね、ソフトバンクホークスの今宮選手のような動き、体の力、速さを持っておりまして、本当に将来性の抜群の選手です。小柄ながら大ファウルで、90m の野球場に放り込んだりするような、そんな力を持っているような選手です。はい、続いてこちらのバッターネルソンです。バムラーバムラーネルソンバム。このネルソンと一緒に僕は子供たちの野球指導に当たっておりました。ネルソンはですね、ヤクルトアカデミー在籍時にはキャプテンを務めるなど、本当に野球に熱い男、知識も技術も兼ね備えた選手です。ここでもう一度ですね、ミカエル君のナイスプレー飛び出しました。そしてグラウンド状況悪い中でイレギュラーに反応してナイスプレーです。続いて私の第1打席になります。改めてですね、こうやって動画を編集していて感じることとしましては、やっぱり地域の大人と、まあ、子供が野球を通じてこうやってつながれる、でも試合ができるっていうこともすごく素敵なことですし、まあ、同じ町、そして同じ町ではなく周りの町の大人たちも集まり、それと一緒に、まあ、お年寄り、まあ、お母さん方とかも集まってですね、その野球を中心に人が集まれる、まあ、ザ・日系社会なんですけど、本当にいいなって感じました。はい、今三振したバッターですが、チオ・マーサという、まあ、日系人のおじさんで本当にいい人でですね、日曜日の午前中にはいつも野球の練習行こうぜっていうことで車に乗ってくれてですね、隣町のアリアンサまで、まあ、草野球の練習に行って肉をたらふく食べてビールを飲むという生活を支えてくれました。さあ、続きましてこちらのバッターフェルナンド・谷川です。年齢は30歳ぐらいで、薬剤師として地元の薬局で働いております。お母さんが日系人、お父さんはブラジル人という形の日系3世か4世になります。ちなみにこのブラジル人のお父さんですね、まあ、日本に出稼ぎに行っていて、まあ、そこで貯めたお金で、大きな家を建てたということで、まあ、そのお父さんがですね、いつも握手してくるんですけど、その握手の握力がめちゃめちゃ強いんですよね。いきなり握手だけで握力7、80ぐらいでガーッと握られるんで、めちゃくちゃ痛いっていう印象があります。はい、ナイスバッティングでした。ナイスバッティング。はい、こちらのファールですが、タイミングが合わなかったので少し呼び込んでわざとファールを打つというような、どこで学んだかわからないテクニックを繰り出しております。はい、ナイバ
はい、そして次のボールですね、同じような緩いカーブを一瞬ためて力強く振り抜いたんですが、平凡なライトフライということで、まあ、スイング自体は良かったかなと思います。まあ、自然とですね、こういい感じのバットフリップも行えたので、形、まあ、見栄え的にはですね、いいスイングができたかなと思います。はい、ということで現在2試合目、アリアンサ対グアラピスが行われております。サバタテンドセグンドジョーゴで、1試合目は3対1でミラントポリスの大人青年チームがミラントポリスのジュニアには勝ちました。で、2試合目今4回まで主審をしてですね、結構主審の大変さをですね感じました、改めて。はい、そんな感じで結構たくさん人が集まってきております。タタビンドバスタンチジェンチね、いい感じに大会盛り上がっております。はい、車もたくさんあります。テンバスタンチカーホスタンメンタジェンチ、コメはゴール、タテンドフェスタキフェスタキメシャカベスメシャカベスE aí, Massage? Massage, que dia tá tendo o treino? A gente, terça. Aqui eu tô trabalhando, estou com o ストライクボールしてます。